はい、こんにちは。おっさんチャンネル、どうもゆきちです。クリリンです。よろしくお願いします。お願いします。今日はね、はい、おっさん6月3日誕生日だったんですよ。おめでとうございます。おいくつになりましたか？37歳になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。でね、最近おっさんちょっと健康の悩みを抱えてるんですよ。ほう、健康ですか？うん、今までね、内緒にしてきたんですが、はいはい、実は頭皮がぬるんぬるんなんですよ。頭皮が頭皮がドゥルンドゥルンなんですよ。はあ、うん、なんかそう、35ぐらいから、はい、なんか急にやっぱりね、こう頭使う仕事だからかもしれないけど、こう頭皮が凝るんですよ。頭皮が凝る、頭皮が凝るって経験ある？なんか感覚的にわかるかもしれない。うん、そう、なんかすごい頭使った時にさ、こうあーってなるじゃん。この辺とかさ、わかりますわかります。あれがもう常にある状態。あ、嫌ですね。そうっていうのをね、はあ、考えて、そう、ウィンウィンやるやつとかをね。ウィンウィンやるやつ、あれ気持ちいいですね。そう、買ったりとかね、うん、してたんですけれども、今回我々の上司のクレイジー小林っていう子がですね、なんと誕生日プレゼントにこれをくれました。ツボヘッドね、これね、ありますよね、こういうやつ。そう、宇宙人みたいな。そう、どんな感じか気になるけど、なんか自分で買うのはちょっとハードル高いなってやつですね。こういうやつ、そうそうそう、うん、やってみたい、うん、もうこれはさ、普通にこうやってポッと置いてあったらさ、何に使うのか、ここにさ、みかん入れそうだよね。やりそう、確かに。これをね、やってみようという台所にある雰囲気ですよね。そう、うん、これをやってみようというね、そういう動画なんですけど、ほら、やっぱこうキッチン用品な感じが、そう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 、しますよね。なんか素材的にも。ちなみにこれシリコーンみたいな感じでできてるんですけど、うん、結構柔らかいんですよ、うん、だからね、なんかね、金属のやつだと気持ち悪いんだって。あ、そうなんですか。だから、あ、金属のもありますよね、確かに、ね、そうそう、金属の方が主流らしいんだけど、そう、クレイジーの方が金属はあんまり良くないっていうアマゾンレビューを見て、これを買ってくれました。優しくない？いいですね。ね、ちょっとじゃあこれをやってみてください。あの、おっさんにこう装着してみていただいて。いきまーす。はっ。はっ。どこまで行けばいいですかね。これいいと思う。はい。気持ちよかった。これいいね、なんかね。ちょんまげ感ですかね。ねえ。これ、これちゃん、ちょんまげにしたらいいんじゃないかな。え、これで？ふん。おぉ。すごいよ。なんかね、うん、この辺がね、ゾクってなる。横から見てて結構シュールな絵ですよ。わぁ。すごい。これいいわ。あ、そう。うん。いいとこに当たる。いいかもしれない。なんか、髪がなんか、ボリュームが上がってない。クリリンもやってみますか？あ、すごい。すごい。ね、来るでしょ？すごい。ズワってきますね。ズワってくるでしょ？あ、すごい、これ。これ。あ、これすごい。あ、これすごい。洗脳されてる感じするよね。タコ型宇宙人に。すごい。すごいくすぐったいけど、すごいなんかハマりますね。ハマるよね。これ抜くときの方が効く。来る。すごい。これ、なんかね、声出ちゃうでしょ。ゾワってきますね。わーってなるでしょ。これすごい。いや、これ、すごいですね。ね。あ、すごい。なんとも言えない、この。なんとも言えないよね。あ、これけどすごい、うん。すごいしか出てこないですけど、すごいこれは。ツボマッサージだよ、ツボマッサージ。ー頭のツボを手もみ感覚で爽快刺激。だって。あ、これすごい。ね。あ、なんか、これは、やってみないと分かんないですね。これ、そうそうそう、そういう。こういう顔になるよね。いや、ほんとにね、なんかリアクション下手にしてるわけじゃなくて、うん、なんかほんとにそういう感じですよね。あー、気持ちいい。いや、これは、
いいですね、ツボヘッド。ね。うん。これ、誕生日プレゼントでもらったから、いくらするかわかんないんだけど。あ、これ、これ、いいプレゼントですね、これ。いいね。うん。いやこれな。ゆきちの髪と相性はあんま良くない。なんか。なんかどんどんボリューム増えてません？増えてるでしょ？ペットトリマーみたいに。ペッ、なんか、トリマー終わった後のプードルみたいな感じに、ふわふわになってきたね。わ、気持ちいい。ああ、これハマるね。ハマりますね、これね。ほんとに。でもさ、おっさんが37歳になってさ、彼女ができてさ、その一緒に住むようになってさ、彼女がただいまって帰ってきてさ、おっさんがこうやってこうやってたらさ、ショック受けないかな。横から見てるとね、割と、うん、結構シュールだよね。シュールですね、本当に。なんかあのすっごいなんかね止まらない。なんなんですかね、感覚で近いのは、なんと言えばいいんだろう。あの、足の裏を、なんかすごい軽くくすぐられているような、うん、そういう感じですよね。なんか、背筋にさ、水かけたみたいなさ。あ、そうそう、首筋に。ゾワンってくるよ、ね。ゾワンってられるみたいな、この辺がゾゾゾワンってくるんだよね。髪やばくないなんかすごいことになってますね。もうなんか、ペットトリマー通り越してさ、鳥の巣みたいになってきた。ここら辺が、もう、なんかいるのかな、みたいな。ね。卵あってもおかしくないですね。ハッチするよね、これだったらね。卵温めやすい状態。こうやってこの状態で暮らそうかな、俺。結構ね、似合ってる。その状態で横向いてくださるとよくわかると思う。そう。こんな感じなんで、よく似合ってるんですよ。うん。どう、こういうコンサルタント。まあ、来たら信用しないですよね。ここ持ってつまみ出されるかもしれない。面白い。けど、いいですね、これ。ねえ。動画向きっていうところもあるし。いや、けど、割とこれ、ネタっぽく聞こえるかもしれないですね。うん、これ、すごいですね。聞くよね。聞きますね。うん、聞く。本当に。すごいなんか頭の頭皮の状態が良くなってきたもん。うん、髪の毛の状態は悪くなってるけど。いいのもらったわ。いや、これ面白いな。クリリン結構なんか健康系興味あるよね。この前もさ、交互湯の時にさ、はいはいはい、健康系の話にね、なったし。ああ。いや、これ見ていらっしゃる方意外となんかネタでやってんじゃないのと思うかもしれないですけど、これ結構ね、意外とこの顔はね、オーバーリアクションじゃなくてこうなりますよ。自然となるんだよ。うん、いや、本当にね、これダメですよ、本当にもうね。これは効く、本当に、うん。頭にファー乗せてる人みたいになってなんか逆にちょっと怖くて抜けないですよね、もうね、この状態になるとね。そうね。ズワッとなっちゃうね。クリリンとちょっと仲良くなった、そんな一コマでした。というわけで、おっさんチャンネルでした。みんなもこれやってみてね。はい、さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。